おい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ダブルキャスト続きをやっていこうと思います。さあ、残すところあと数パーセントなんですけれども、この数パーセントがなかなか厳しい気がしますが、さあ取り終えることができるのでしょうか。今日もマラソン行ってみようと思います。さあ、お好きなところからスタート。撮影旅行編、まだスリラーがね、撮り終わってないですよね。休みないの？もう少しこの話を続けよう。はい、情けない、ごめん、先生のものだね。まさか誰かがわざと。はい、部長と一緒がいいだろう。はい、それ以外のところ、寝よう。はい、女優の噂が気になるですね。適当な嘘ついて。はい、そしてやっぱり言えない。ごめん、話せる時が来たら必ず話すから、今は何も。ごめん。分けありってやつだね。僕にできることがあればいつでも相談に乗るよ。ありがとう。ちょっとかわいそうですよね。さあ、熱いお茶がいいな。はい、フロン。はい、美月玄関の方お願い。はい、会いたかったよ。ごめん、凶器をなんとかしないと。はい、写真のことを話してみよう。はい、わかりました。はい、そういえばあの写真。はい、わかった。はい、いや電話はもう全部一応やったとは思うんですけどね。やってなさそうなパターンやっとこうかな。美月に帰ってやったっけね。美月に電話だ。もしもし、美月、落ち着いて聞いてほしいんだ。うん、それじゃ。これで大丈夫かな。はい、もう一人いてもいいのかな。誰に電話する？で、美月に電話だ。もしもし、美月、さっきの話なんだけど。大丈夫、心配しないで。ごめん、何度も。これできっと事件は解決するはずなんだ。気のせいですね。やってたかな。まあ一応。まだまだ愛が足りん。もっと彼女のことを考えてやらねば。うむ、その通り。はい、多分電話のところはもう終わったかなと思うので、まあその前でもう足切りですっ飛ばしてもいいかもしれないですね。さて、はい、バッドエンド11にまた来ましたとさ。現時点で 98.07%。 さあ、もう一本いきましょう。はい、じゃあちょっと長くかかるやつ先にやろうかな。グッドエンドのもう一パターンの方をね、回収しておこうかなと思います。ほんと最後にやろうかなと思ったんだけど、ちょっと何パー上がるか心配になってきたのでね、やろうかなと。はい、お好きなところからスタートできます。美月との出会い編。あ、そうだ、お礼言わなきゃ。はい、住所は？名前は？みつ。いい名前じゃない。はい、僕んとこ来る？はい、雪割りの花なんてどう？そりゃすごい。あ、そうなんだ。美味しいラーメン屋知ってるんだ。みんな知ってる有名なシナリオだ。はい、何？気になる。ちょっとだけ。セリフとか覚えられてる？気をつけないと。はい、ああ、二村から。はい、確かに。はい、一作目の主演女優の他ですか？はい、おお。はい、美月すごいな。はい、撮影終わったら探してみようよ。はい、麗しのナイト様にでも送ってもらったら？はい、どうしたんだ？はい、どうしたんだ？はい、ちょっと友達が来てて。はい、ラッキー。はい、任せてよ。休みないの？話題を変えよう。まあ、彼女ってとこかな。はい、情けない、しょうがないだろう。はい、僕のおかげかな。ちゃんと固定とかしておいてほしいよな。はい、部長と一緒がいいだろう。隣のベランダか。外の空気でも吸ってこよう。顔は見たの？はい、もう少しセリフの練習をしないと。はい、熱いお茶がいいな。はい、風呂。美月玄関の方お願い。はい、会いたかったよ。はい、ごめん。はい、
足を狙おう。写真のことを話してみよう。わかりました。そういえばあの写真。わかった。部長に電話だ。はい、もう一人いてもいいのかな？二村に電話だ。はい、僕も行きます。見てくれる？はい、足がいいか。無理ないよ。いろんなことあって今まで5日間連続徹夜だったんだもん。はい、ここでどれぐらい上がるかをね、見に来ましたけれども、ダブルキャスト、ここまで撮っても撮成率が 98.46 です。やばい、どれだけ撮り逃しているんだ。いやー、ちょっともうちょっと上がるかなと正直思ったんですけどね。今の、ルートで回収できたのは、最後のね、あの種明かしのところで右利き左利きのところを詳しく解説したところと、あとははるかとね、あの二村のエピソードがなかったところがね、追加されてのパーセンテージでしたけど、やばい、あといっぱいあるか。いやー、まだねスリラー撮ってないのと、あと多分美月との夜の会話のところはね残ってるかなと思うんですけど、それ以外が見当つかない。いやー、こっからが長いぞー。というわけで、ここやってないんじゃないのっていう心当たりがある方はぜひぜひ教えていただければ幸いです。では、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方、ぜひぜひグッドボタン、あるいはチャンネル登録よろしくお願いします。では、また次のダブルキャスト、あるいはこのゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか？もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。